はい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡大島からお送りします。4月の13日の土曜日、今日も夜、8時半から佐渡金銀座、佐渡金座の第3駐車場では、立浪会、佐渡のその相川の立浪会による、相川人口、相川音頭、佐渡おけさの踊りを披露して、その横では佐渡の酒を、地酒を、楽しめるという、そういう催しをやっておりました。明日もやっとるみたいです。そして、4月の20日、どうや4月の20日昼か4月の20日、前の佐渡会館跡地に、作られたキラリウム佐渡という、世界遺産のそのガイダンス施設、佐渡金銀山のそのガイダンス施設がオープンするわけです。4月の20日、そこで、うちら熱燗小僧の会と、伊藤酒店が出店して、まあ他には、他にも与左衛門さん、パスタそばどころの与左衛門さんや、コーヒー屋さん、ムジナストリームコーヒーカフェっつんだかな、とかアクセサリーを売る店などが出るんですけども、キラリウム佐渡のオープニングイベントとしてうちらも参加します。当店大間の伊藤酒屋、伊藤酒店はちゃんこ鍋、ただのちゃんこ鍋ではありません。まあ、豚肉ベースのちゃんこ鍋で、その 豚は、佐渡の八幡で、飼育されとる黒豚ですわ。その黒豚肉入りの味噌炊きちゃんこやります。それから熱燗小僧の会は、佐渡の地酒プラス、ここに真ん中に置いてある石見の国の純米酒不相鶴、この辺りを飲んでもらいます。もちろん熱燗で、熱燗でっていうか、まあ燗して飲んでもらうということで、この新寮純米イタルの7号酵母で作った濁り酒、生の濁り酒、さあ皆さんはどうしますか。生であっても、熱燗小僧の会は一遍ぐらいは、一遍は燗して飲まんかちゃっつ、飲んでみんかちゃっつ、そういう会だもんですから、この酒も燗してみる。当然、岩見の国の純米酒も燗、天領杯の純米吟醸ね、これも燗して飲んでもらうと。もう、安酒は燗で、いい酒を冷やで飲むって、そういう時代ではないというか、もともと日本酒っちゃ、昔の映画見ても、あの天地人の、あれは違うか、戦争戦の時に燗するような余裕はなかったかもしれませんが、普通に飲むときはやっぱり温めて、中にあるそのいろんな、なんだろう、冷やの時にはこう閉じこもっとった味と香りを温めることによって、こうふわーっと表面に出して、それを楽しむ、味わう、香る、そういう楽しみ方が酒の本来のスタイルなんじゃねえかなと、形なんじゃねえかなと思います。まあ火を冷やして、その何ていうかな、まあこのグラスがいいか悪いかわかんない、あのね、何でもかんでも冷やして、こうグラスで、ワイン風に飲んで、ああフルーティーっていうやつ、それが必ずしも、まあ日本酒のスタイル本来の姿じゃあねえんじゃねえかなということで、まあ改めて燗して飲むことを一遍はやってみてもいいんじゃねえかなと思います。それで、そして燗して、いい酒というか、うめえなと思えるような酒燗して、あ、これや、燗はせん方がいいな、いいなって思える酒、そういう酒っつうのを自分らで見つけてみてもいいんじゃねえかなと思うわけです。まあ佐渡へ来た、旅から佐渡へ来るもんにも、ここの時
4月の20日のキラリウムサドンオープンに来てもらった時は、恐れ入りますが申し訳ねえですが感謝飲んでみてくださいと進めることになると思います。ぜひそのつもりでここでキラリウムサドンのオープニングイベントへやってきてください。開始時間多分11時半ぐらいからやれるんだと思います。式典が、まあ、何時から何時までっていうか、ちょっと詳しいことは今まだなんかよう分かってねえんですけども、まあ、式典は式典で、まあ、有志としてうちらとしては、まあ、来たお客さん の腹とその気持ちを心を満たすためにちゃんこと熱燗でお迎えしますんで、ぜひ皆さん、熱燗っていうか燗酒を飲む気持ちでやってきてください。はい、以上佐渡伊藤酒店晩酌151へキラリウム佐渡オープンイベントに4月20日の話でした。よろしくお願いします。